まあ本物だったとしてもそうごまかすよね。だからお前はどう思う？美形が増える分には大歓迎です。あとでメガネかけてもらってもいいですか？構わないな。よっしゃ。だからに聞いた僕がバカだった。いや、ない。不愛想なやつだな。何がどうってわけじゃねえが、どうも気に入らねえんだよな。でもな、虚を一瞬で倒すほどのやつだ。芦屋のおっさんじゃねえが、タイミングが。心配しすぎると年寄り臭く見られるぞ。な、俺がいつ年寄り臭く見えたんすか？いつもだよ。おめえには聞いてねえんだよ。騒がしいな。いや、不快ではない。本当に旅行中、この現象に巻き込まれたんですか？ああ、そうだ。確かに怪しくないとは言い切れないな。なぜこんな場所に旅行に？こういう場所を訪ねるのが趣味だ。得体の知れねえやつをかくまう余裕はねえだろう。じゃねえの、能天気なお前らしくて。まあいい。何かあったら俺たちでお前を守ればいいだけの話だ。なんだこの対応の違い。キャラの違いというより男としての格の違いだな。お前はいちいちうるせえよ。よろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。ま、疑い続けてもしょうがねえし、よろしく頼むな。ある程度の戦力にはなれるだろう。やっぱり雄一とキャラが被ってるような。そうそう、戦力が増えれば数に任せてニールも倒せるさ。味方なら僕の方にも少し当てがある。楽しみにしておいてね。近々わかるさ。早ければ明日にでも。
はなかなか。アリアさん、つまみ食いはやめてください。失礼な。私は味見係だ。味見して何がおかしい。味見は一口でいいんです。半分も食べてどうするんですか。ごちそうになってばっかりだからちょっとご恩返しよね。私は別にやりたいからやっているだけだ。問題ない。人手は足りている。人流を信用しなさいって。大歓迎です、心の底から。こんなところで何が起きる。こちらの味方と合流しておこうと思ってね。味方って天薬寮のですか。すごく頼りになる人たちだから期待してていいよ。そう、僕らと違って戦力になれる。ここから先は結界に阻まれて進めない。待つまでもない、ちょうど時間だ。一応念のためです。なんだてめえら。彼らはクスッシュ、ここ1年の間に編成された対霊戦闘のエリート部隊。お目にかかれて光栄です。週末から世界を救った玉よ姫。失礼申し遅れました。いつ接し天薬寮の幹部と捉えていただいて差し支えありません。我々は国の意思の執行者、ここで起きている事象を沈静化させるという義務を負っています。どういうことですか。外に出ることができない以上、内部の状態を知ることはできないはずでは。芦屋から聞いているかもしれませんが、今回の出来事は我々はある程度予想していたんです。鬼切丸封印後、貴風村のあらゆる霊的な状態の観測は我々にとって最重要事項でした。そんな中、力を持つ鏡とそれがもたらす破滅的な現象について知ることになったのです。派遣された調査員から一定期間連絡がなければ有事とみなし、天薬寮が持つ最高の戦力を投入する計画を立てていたのです。申し訳ありません。不確定なことがあまりにも多く、同時に貴風村は国からの干渉を断っていますから。むしろ互いに不干渉という約束を破り、ここへ侵入したことをお詫びしなければいけないと思っていました。
理屈なんざどうでもいいんだよ。どうにも気に入らねえな、お前の態度もお前の組織もよ。この現象はあなた方が思っている以上に深刻なものだと捉えています。どうか信用してほしい。お前たち天薬寮が油断ならない連中だってことはもう分かってるんだよ。消えろよ。私がいればこの事件を解決に導くことができるとしても、あなた方が天薬寮に悪感情を持っていることを知っています。1年前のことを考えれば当然でしょう。だが村の人々を救いたいのであれば、あなた方は私たちに協力すべきですよ。それには深い理由があります。しかしここではとりあえず省きましょう。今それは重要なことではありません。アシアさん、彼らと我々の目的は合致しますか？もちろん、彼らは正義の味方ですからね。それを正義の味方と言うんですよ。我々天薬寮はあなた方と協力して行動したいと思っています。差し支えありませんか？目的はロゴスの統率者ニールが持つ鏡の奪取。そのニールというものがどんな存在なのか知っているのか？多くを知るわけではありません。しかし単純に勝ち負けで言えば我々は勝つでしょう。どうしますか、玉より姫。反対だ。ただでさえわけのわからない状況に置かれてる。これ以上不安要素を抱えたくない。俺も乗るぜ。タクマ、気が合うじゃねえか。俺も右に同じだな。だが今のままではニールとの力の差は明白なのも事実だぞ。私もそう思います。言い方は悪いですが、利用できるものは何でも利用しましょう。そうですね、村の人の命がかかってるわけですし。反対だ。気に入らない顔をしている。僕は賛成です。より安全に解決する方法があるならそれを試すべきです。こちらこそよろしくお願いします、玉より姫。Thank you.
おはようございます。なんだか落ち着かなくて。今日も戦いに行くんですよね。僕も行きたいです。一緒に戦いたい。待っているだけは嫌です。まだ助けてもらった俺もできてないから。運気低迷と出ている。こう言っちゃなんだけど、占いってのは気の持ちようってとこが大きいからね。適当に受け流しちゃえばいいんじゃない。帰ってきてくださいね。待っていますから。